はい、どうも、サムシャカルです。ということでね、皆様、クレジットカードはお持ちでしょうか？ということでね、まあ、持ってない人の方が今もう少ないと言われているキャッシュレス大時代なんですけども、まあ、例えばね、まだ学生で4月から新社会人で、これからクレジットカードを作ろうと思っている方もいらっしゃると思います。ということで、今回なんですけども、年会費無料の最強クレジットカードはエポスゴールドカードというテーマで今回お話ししていきたいと思います。というのもね、クレジットカード初心者の方で、とりあえず年会費無料のカードを作ろうということで、楽天カード、こちらね、こちらの楽天カードを使う方がね、ほとんどということで、日本で一番使われているクレジットカードがこの楽天カードなんですけども、この年会費無料という理由だけでこの楽天カードを作ってしまうと非常に損をしてしまう場合がございますので、今回はその年会費無料の最強のカードであるエポスカード、そしてエポスゴールドカードの方を作って、このエポス修行をした方がいい理由について3つお伝えしていきたいますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。 Let's go。まず前置きなんですけども、そもそもですね、ゴールドカードで年会費無料のカードっていうのは、このエポスゴールドカードとイオンゴールドカードだけなんですよね。日本で発行しているゴールドカードの中で言うと。なので、まず長い目で見ると、このエポスゴールドカードを目指して年会費無料のエポスカードを作って、エポスゴールドのインビテーションをもらうために修行した方が絶対にお得なんですよ。というのもですね、まあ、そもそもエポスゴールドカードがですね、年会費無料っていう話なんですけども、これは厳密に言うと、新規申し込みでゴールドカードを作った場合は5000円なんですけども、インビテーションをもらう、もしくは年間決済額100万円以上を使えば、エポスゴールドカードというのは永年無料になりますので、のインビテーションをもらうために、普通の年会費無料のエポスカードで、このインビテーションをもらうために決済して、修行するのをお勧めいたします。で、これを前提にですね、無料の楽天カードよりもこのエポス修行をした方がいい理由を3つ今回お伝えしていきます。で、まず一つなのが、まずポイントですね。はい。というのも、ポイントというのが、これがですね、有効期限の話になるんですけども、まず、エポスゴールドカードは、ポイントの有効期限がなしになります。なので、ポイントを貯めれば貯めるほど、どんどんね、繰り越して、ポイントが貯められるので、まあ、何年先もずっとポイントが貯められるのが、エポスゴールドカード、そしてエポスポイントの特徴でございます。ただし、楽天ポイントになりますと、最後の使用月から1年間、最後のポイント付与のタイミングから1年間の有効期限がついてしまうので、まずこの使い続けないと、この1年間をどんどん延長してね、このポイントを貯められないので、まずポイントの有効期限に融通が効くのがエポスポイントというふうになっております。そして2つ目の理由なんですけども、これがですね、マイル交換の対象なんですよね。まあ、飛行機乗らないよっていう方はちょっと飛ばしてみていただきたいんですけども、まずですね、マイルのね、交換対象の航空会社がエポスゴールドカードないしはエポスポイントなのであれば、 JAL と ANA にエポスポイントを変えることができます。ただし、楽天ポイントに関しては ANA のみの交換対象になってしまいますので、 JAL 乗る方にとってはね、こちらの楽天ポイントを貯めても JAL のマイルに変えられるので、ここはちょっと言いたいポイントかなというふうに思います。特にこういった JGC 修行、 SFC 修行で両方修行したい、もしくは両方の飛行機を乗るっていう方でしたら、両方のね、マイルに変えられた方がいいと思いますので、ぜひね、この両方マイルに変えられるこちらのエポスポイント、そしてエポスゴールドカードを目指した方がいいと思います。そして最後3つ目なんですけど、これが ETC ですね。はい、これなんと ETC なんですけども、エポスカードの場合はですね、 ETC カードの発行が無料で発行できます。なので、車乗る方、例えば高速道路使う方では、 ETC は必須ですので、こちらの無料で毎年ね、こちら ETC が使えるなら、無料の ETC カードを作った方が絶対お得です。ただし、楽天カードで ETC を申し込むとですね、楽天カードの ETC というのは毎年550円年会費がかかってしまいます。そう、楽天カードは、本体の年会費は無料なんだけども、楽天カードの ETC は毎年550円の年会費がかかってしまいます。なので、もし長い目で見た時に車も乗る、そして高速道路も乗るという方でしたら、ぜひね、無料の ETC カードが作れるエポスカードがおすすめでございます。以上のね、3つの理由で、まずね、楽天カードよりもエポスカードの方が断然お得というお話なんですけども、ここでさらにですね、エポスゴールドカードに関してはですね、国内線の空港のラウンジが使用できるようになります。はい。なのでね、エポスゴールドカードっていうのはゴールドカードですので、こちら空港のですね、カードラウンジが使えるんですよ。そう。なので、これは楽天カードには絶対できないですね、こちらのラウンジ特典というのがあるので、これは必ずですね、飛行機に乗る方、もしくは飛行機を利用する方にとっては必ずね、必須のものだと思いますので、ぜひね、このラウンジで過ごすひとときっていうのは絶対に格別なものになりますので、ぜひ、同じ年会費無料のカードを持つなら、ぜひね、エポスゴールドカードを持つようにいたしましょう。はい。そして最後なんですけども、これがポイント還元率ですね。はい。もうね、3つ以上言ってると思うんですけども、この下のポイント還元率、これが一番重要かなというふうに思うんですが、例えば年間100万円決済でポイントをもらえる還元率で計算すると、例えばね、楽天カードはポイント還元率 1% っていうね、こちら広告のままなんで、まあ、100万円使えば100ポイントじゃん。
100万円使えば1万ポイント、これ通常決済ののみの話ですけども、これは1ポイントつきますので、まあ、100万円決済で1ポイント年間つきます。ただしエポスゴールドカードの場合は年間決済額100万円で通常ショッピングの場合だと、まあ、エポスゴールドカードの場合は200円で1ポイントなので、まあ、なのでポイント還元率は通常決済だと 0.5% なんですが、まあ、僕の、ね、動画見てくれてる方ならわかると思うんですけども、エポスゴールドカードの場合は年間ボーナスポイントというものがございます。なので100万円決済したらその年度末にですね1万ポイントのボーナスポイントがございます。なので同じ100万円決済でもこちらエポスゴールドカードの場合は通常決済で5000ポイント、なおかつ年間ボーナスポイントで1万ポイント貯まりますので、合計で1万5000ポイント、ポイント還元率 1.5% という形になります。そう、やっぱりねこちらの場合なので、こちらのポイント還元率だけで見ても無料の楽天カードは100万円決済で1万ポイント、エポスゴールドカードは100万円決済で1万5000ポイントつきますので、こちらのポイント還元率も 0.5% 以上こちらのエポスゴールドカードの方が多いというふうになります。はい、ということで皆さん今までねこういった形で比較のことをずっと言ってきたんですけども、同じ年会費無料なのであればこちらの楽天カードとエポスゴールドカードどちらを持ち続けた方がお得だと思いますか？はい、もちろんね皆さんこっちのエポスゴールドカードの方がいいじゃんって思った方もいると思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか？ということで、ね、このチャンネルでは JGC 事業、SFC 事業の他にこういったクレジットカードのお得な情報、また海外に行ってみたい方にね何か一歩きっかけになるような動画を配信しておりますので、この動画が役に立った面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメント欄グッド評価もお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、こちらね無料の楽天カード以外にもこちらの楽天カードのこちらの上級クラスの楽天プレミアムカードというものがあるんですけども、こちらをプライオリティパス目当てで楽天プレミアムカードを申し込む人もいるんですが、僕の動画にですねプライオリティパス目当てなら楽天プレミアムカードよりもエポスプラチナカードの方がお得っていうねこちらの動画もございますので、ぜひこちらの動画ね下の概要欄に説明にリンク貼っておきますので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。まあ、ということでね、まあ、今回は年会費無料だったら楽天カードを作って楽天カードを持ち続けるよりもエポスカードを作ってエポスゴールド修行した方がいいですよという動画でございました。またね、まあ、今回はねこんな形でね年会費無料で持つならゴールドカードの方がいいですよというふうに お伝えはしてきたんですが、例えば楽天のヘビーユーザーとか楽天証券でポイントで運用している方とか、そういった稀に、そういった楽天に特化した生活をしている方なのであれば、例えば楽天カードでもいいと思います。そういった形で、ね、まあ、例えば日頃ね毎月何十万円も楽天で通販で買い物をしている方ですとか、そういった楽天ポイントを楽天証券に回して運用している方っていうのも中にはいると思いますので、そういった楽天のヘビーユーザーの方、それこそね楽天の普通の無料カードじゃなくて楽天ブラックカードとかね持っている方なのであれば楽天カードの方がいいと思うんですけども、それ以外の方っていうのは間違いなくエポスゴールドカードを目指した方がお得だと思いますので、ぜひご検討してみてください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。